皆さんこんにちは。異常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはじゃん、新規開業時に満席にするために必ず準備しなくてはいけない一番大切なことということについてお話をしてみたいと思います。私自身の開業までのプロセスと、あと最近いろいろな方の講座リニューアルとか、新規開業の方の、コンセプト作りとかお手伝いをしていて、その後のスタートダッシュがうまくいくかいかないかっていうところの、要因が、最近見えてきている部分、私自身は分かっていてやっていたことなんですけれども、それができるタイプの方とできないタイプの方がいらっしゃったので、それをちょっと今日はお話をしてみたいというふうに思います。新規開業時ないしは講座をリニューアルした時に、私自身もそうだったんですけれども、まず強いコンセプトが必要になります。それを見せたら、その本当に困ってる人ないしはそれを欲しいと感じる人が飛びついてでも買いたくなるようなものを作り込む、この作り込みの作業が、結構一番大変で、ここがおそらく一人では難しくて、コンサルタントが必要なのであろうと思われる領域なんですね。それで、じゃあ実際それができた後ですね、いきなりリリースをすれば人が来るかといえば来ないんですよ。いきなりどんなにものすごくいいものだったとしても、いきなりパーンとリリースしただけでは人って来ないんですよ。これが開業時に集客で満席にできる教室を作れるか作れないかの一番大きなポイントになるんですけれども、じゃあ私自身はじゃあどうだったかっていうと、2011年の1月に、実際に自営業としてオープンをして、講座の全コース、私の場合には単発ではなく全てコース制にしておりましたので、6ヶ月ものの講座ですね、こちらを埋めたい、枠が、第1弾の枠があるわけですよね。それの、オープンする、要は始まる時の段階でほぼ満席に近い状態、 90% 以上席が埋まった状態で1月からの新規ビジネスをスタートすることができているんですね。じゃあこれはなぜできたのかっていう話なんですけど、私はギリギリまで会社員をやっていましたし、その後の、独立開業をするまでの数ヶ月はウェブの勉強をしに行って、学校に朝10時から5時まで学校に通うっていう生活をしていたので、その知り合いの人が来るとか友人の人が来るというような教室環境ではなかったですし、もともと普通のビジネスマン、会社員をしていたので、地元の人とのお付き合いっていうのもほとんどない状態だったので、基本はもうネットでの集客、これがもうベースになるっていうのが私の集客のスタートだったんですね。そういった時にじゃあ私はどうしたかっていうと、会社員ではありましたけれども、身分も明かせなかったんですが、いいことを言ってくれる、いい知識を教えてくれるパンちょっと詳しい人みたいな立ち位置で、副業していることは会社の方には言えない状態、副業ってほどじゃないですけど、まだ立ち上げてなかったんで、ただファン集めはどうしてもしておかなくてはいけないっていうのは理解をしていたんです。ですから私の教室に来たいであろうタイプの属性の人をが喜ぶ記事をブログでずっと上げ続けていた。その1ヶ月は8ヶ月前からですね、オープンする8ヶ月前から、そういった方向性、そういった人たちに向かってずっと発信をし続けて、教室オープンまでに書いた記事数が、そこそこ骨太の記事を書いていたので、少なくとも1時間書いたりとかしてたし、専門書とか調べながら書くときには3時間とか4時間かかって1記事を書いていることはありましたけど、おかげさまでこうマニアックな、私の話を聞くのが好きな、
そういったパン好きの濃い人ですね。その人が私のブログの読者についていて、450人ぐらいついてる状態を、まあ、8ヶ月の間に作ることができて、1月の教室のスタート、の前までにですね、おそらく、そうだな、人数的には、欲しかったのが当時、まあ、6ヶ月まとめてでしたんで、18クラスだか30人ぐらいかの、あの方の集客をしたかったわけなんですけれども、10月にその実は私は今度教室をオープンする予定のっていうことで教室の募集をかけたところ、そのブログをずっと読んでてくださった方から行きたいです行きたいですということでババババッと予約が入って、安心して7月を迎えることができたっていうのが、あの私の経験上あるんですね。でこれはあのコンセプトがですね、どんなに良くてもその誰にそれを告知するかっていうところは当たり前なんですけど、それを求めている人に告知をするのが多分一番早いですよね。あの求めてるわけですから、お行きたいになるわけ で求めてる人っていうのは信頼関係があって申し込みをしやすい状態になるので、そもそもの信頼関係を作らなくてはいけないんですよね。だからここが結構勘違いされているところで、ものすごくいいコンセプトであり人が欲しがるものは作るんですけど、その人を開業時ないしは、リニューアルする時には手元に持っていて告知できる状態を作っておかないとスタートダッシュはうまくいかないっていうことなんです。で、あのこんなお話とかマーケティングの、あのお話があるんで、知ってる方はもちろん知ってるし私も聞いたことがあるのでお話をするんですけど、あのゲイリー・ハルパートという、あの今はいらっしゃらない、世界で最高のコピーライターと言われた男性の、セミナーの話なんですね。でセミナーの最中にゲイリーは参加者に、まあ、こんな質問をするわけです、もし俺とあんたらがハンバーガー屋を始めたとする、それで誰が一番売れるかを競争したとする、そしたらあんたはその条件に勝つためにどんな条件が、競争に勝つためにどんな条件が欲しいというふうにあのゲイリーは聞いたらしいんですよね。でその時に答えはバラバラだったんですけど、例えば隠し味に使う秘密のソースが欲しいとか、最高のハンバーガーを作るために最高の牛肉が必要だとか、中には最高の場所ということを言った人もいた、あるいは最も低価格で売りたいという人もいたということですね。でゲイリーはその時こう答えた。 OK、 あんたたちにその条件を全部くれてやろう、全部の有利な条件をあんたたちにやったところで俺はたった一つだけ欲しいものがある、それさえあれば俺はあんたたち全員を打ち負かすことができるぜと言った時に、一体何が欲しいんだと聴衆は聞いた。俺がたった一つだけ欲しいもの、それはと彼が答えた答えは、腹をすかした群衆だよっていうことですね。これがあの新規の集客の場合の、特にスタートダッシュで満席にしたい時にあの一番重要な考え方で、要はですね、そのどんなにいいコンセプトがあったとしてもそれを伝えて欲しがる相手がそこにいなければ満席にならないんですよね。だから腹をすかした群衆っていうことは、それをどうしても欲しいと感じるような属性の人をそもそも集めておかなくてはいけないっていうことになります。まあコミュニティビジネスの考え方にちょっと近いのかもしれないですけれどもね、要は属性が似ていてそれを欲しがるであろう人のところに今お腹が空いてるという状態になるんですが、そこにポンというふうにあの紹介するだけで予約が入ります。だから売り込みっていらないんですよね、そこの段階においては。で私の場合には営業職が長かったので、あのもともとそういう勘どころがある状態で営業をしていました。つまり、たくさんの群衆はいらない職業だったんですね。高額1000万とか2000万とか
4000万とかそういう商品を売っていたので、たくさんの群衆は私のビジネスにはいらない形だったんですけれども、その代わりその人がどうしても欲しいと思えるような条件を会話の中から引き出して、その会話の中からこちらが提案できる最大限のもの、そしてその人の反対意見がなくなるぐらいに究極に極めた提案書とか、そういうものを出すことによって仕事を取っていった営業をしていたので、その腹をすかした群衆ないしはどうしても欲しいものがある人っていうのは、これほぼほぼ共通している内容なので、それを見つけ出し成長させることができる能力もあったし、その人たちを引き寄せるためにはどういう言葉が必要なのかっていうのも勘どころでもともと持っていた人だったので、ブログもその観点からずっと書き続けてファンを増やし続けたっていう、まず下地があって、それで発表しているのですぐに埋まるんですね。だから作った後もちろん必死に SNS で拡散するっていうことを頑張ることで埋まる方もいらっしゃるんですが、そもそも論を言うと、それが欲しい人のコミュニティを自分が先に持ってるかどうかっていうことの方が楽に集客がうまくいくかいかないか、ビジネスが成功するかしないかっていうことをできる一番大きな要因になるんですね。なぜこの話をしているかというとですね、最近私のクライアントさんで2通りいらっしゃって、全くの新規の方と、既存のビジネス教室業とかをやっていて、教室リニューアルでもっと大きく伸ばしたいっていう方と、大体2通りがいるんですけど、新規の方はですね苦戦するんですよ。なぜならば知られてない、まずファンがいない、その状態で新しいコンセプトで新しいものを作って知らせていくので、私のように会社員とかをやりながらでもこういう方向だっていうのもすでに決めていて、その方向に沿って、ブログを書き続けた状態で独立して起業するんなら割とスタートアップうまくいきます。だからその期間をなしにしていきなり私こんなの始めましたどうですか来てくださいっていうのは、その下地がないから時間かかるんですよ。だからここ大きな勘違いなんです。コンセプトと集客の仕方をいくら習ったとしても、その下地作りも同時並行でやっていかないと、スタートダッシュでポンやってパンと埋まらないんですよ。だからよく勘違いされる方が、私あと2ヶ月後に教室オープンしようと思ってて、その手法とやり方を知りたいんですみたいなご相談をいただくケースがあるんですけど、まず2ヶ月だったらコンセプト作りで2ヶ月ぐらいすぐになくなってしまうし、その間同時並行で自分のファン作りを2ヶ月で強力にやっていくっていう、この2つのことを同時にやれるタイプの人でないと、まずはスタートダッシュうまくいかないです。失敗すると言っていいぐらい、過言でないぐらい確信がある、人は知らない人から物を買わないんですよ。知っててその人が信頼できるよねっていう状態があって初めて物って買うので、その期間が短ければ短いほど買われる可能性が低いということになるので、開業準備とそれを同時並行で進めるのであれば、やっぱ最低6ヶ月は欲しいんですよね。できれば1年ぐらいあってもいいぐらい、1年ぐらいあるとファン作りがだいぶできてるので、そこで講座ですボンってやってもバンって埋まるはずなんですね。だから新規の方は相当濃い密度で頑張ってファンを増やし、新規コンセプトで人を集めるって、この2つをやらないといけないので、なかなか皆さんが考えているほど甘くないっていうことをまず知ってほしいのがその1です。でその2は、既存の方がじゃあ割とうまくいく方とうまくいかない方っていうのはどういうことになっているかっていうと、すでに生徒さんがいる場合とかでもうまくいくケースとうまくいかないケースがあるんですよ。それは一つには信頼関係の深さ、この先生が作る講座だったら絶対いいに違いないというタイプの生徒さんをたくさん持ってる先生は、リニューアルの講座をパンとオープンしたよって告知しただけでもバッと埋まるんですよね。ここの信頼関係がもともと強い絆があるから。でここの信頼関係がそんなにないか、気まぐれで通ってくれるレベルの薄い付き合いしかしていない先生と、あと新しく作る講座がこの人たちが好むようなものではない、例えば内容が全く変わってしまうか、
価格帯がガンと上がるかとすると、この人たちからの集客は見込めないので、さっき言った新規の人とほぼ同等の根回しというかファン作りをやった状態で増やしておかないと集客難しいんですよ。だから私が割と既存の先生で、レッスンの内容を組み替えたりとか、それが多分こういう人に欲しがられているであろうっていう先生からのリサーチ、先生がだから生徒さんをどれぐらい見てるかがここでポイントになるんですけど、をベースに組み替えて爆発的にうまくいくっていう方何人も作ってるんですけど、その事情と理由はそもそもその先生が持ってるバックグラウンド、生徒さんと深いつながりを持ってる生徒さんが何人いるのかっていうことがとても大きな要因になってくるので、私がいくらアイデアを出してそれがコンセプトとして良かったとしても、ご本人の手持ちの生徒さんと信頼関係が、できている方が少ない方の場合にはやっぱ弾けるほどの成果は出ないですね。そこからまた新しく集客募集を始めなくてはいけないからです。で、同様に長く先生をやってる人ならうまくいくのかっていうと、そうでもないんですよね。これがまた要は今言ったように信頼関係がきっちり構築できているタイプの人がいるかいないかっていうことと同時に、その方自身が自分でこういう人とお付き合いをしたいっていう目標を持ってきちんと人を集めてきてるかどうかって、ここも大きな違いです。10年以上やってる、20年以上やってる先生でも、まあ、お人柄が良いからであることは間違いないんですが、そのお人柄がゆえに紹介だけでずっとやられている方っていうのは自分で改めて集客をしたことがないので、自分の講座の売りとか自分が何が好かれてるのかが分からなくって、整理がつかなくってぐちゃぐちゃになっちゃってるケースとかも結構多くて、そういう方が新しくリニューアルをしようとすると、大概新規集客の方と同じ苦労をすることになります。特に今まで楽に人が集まっちゃってきただけに、なんでここまでしなきゃいけないの、大変とかいう言葉をよく聞くのですが、時代が変わっているんですね。その何十年、10年前とか20年前とかは教室が少なかったので、努力しなくても口コミで集まってきちゃう、要は言葉は悪いんですが時代が集客してくれてたっていうことです。ただその人がやってない時代に教室をやったっていう、そこは褒められる要因だとは思うんですけれども、それは自分の実力じゃないっていうことを把握した方がいいです。ただ続いているリピーターさんが多いということは間違いなく実力であるには違いません。ただし新規の方の全く身も知らない人に響く実力ではないということになっているので、そこを勘違いしていると集客をすることに疲弊してしまうし、自分はこんなに価値がない人間だったのかと自信をなくすこともあるかもしれないんですけど、そうではなくて時代が良かっただけなんですね。ご自身は多分来た人をもてなすっていう努力はしていても、新規を呼び込むっていう努力をしたことがないので、そこに関しては新たなチャレンジをするっていうのは当たり前っていう、まあ、このあたりもちょっと長くやってる先生には持ってほしい視点です。ですのでまとめますと、まあ、こちらですね。新規開業時に満席にするために必ず準備しなくてはいけない一番大切なことっていうのは、自分のその商品を買ってくれる濃いファンをそこに作るかどうかっていうことが非常に大きなポイントになり、これは一朝一夕に作れるものではないので、まずコンセプトを先に作る、そしてそれに沿った発信をし続けるっていう地道な下積みがあってブレイクするっていう、このメカニズムをちょっと知っておいてほしいなと思いまして、本日は動画をお伝えしてみました。ですのですぐにパッと立ち上げていきなり人が来るってことはほとんどないので、その根回しをどのようにしていくかっていうのはそれぞれの業種業態によって違いますので、ちょっとお考えになってみていただければというふうに思っております。それでは。